ご覧いただいているのは1983年に行われたセパ OB 戦で野村克也氏が村山実氏と対戦している映像になる。この対戦時の野村氏の年齢は48歳、村山氏の年齢は47歳であるが、この対戦で初球村山氏は野村氏に対し113キロの外角ストレートで攻め、このボールを野村氏が見逃したのか見送ったのかわからないが、振らずにワンストライク、そして次の2球目、村山氏は今度は内角のストレートを投げ、これを野村氏が強く振り抜くも打球が上がりすぎレフトフライに倒れている。この対戦での村山氏は年齢の割に体にキレがあり躍動感あふれるピッチングをしている。また野村氏に関してもさすがは通算本塁打657本、歴代2位だけのことはあり、スイングスピードが速く、もう少し打球角度が低く適切な回転数の打球を放っていたらレフトオーバーもしくはホームランになっていたかもしれないようなスイングをしている。野村氏はホームランについてこのように語っている。私は完全な山張りタイプのバッターだ。マウンドからホームまで 18.44 メートル、そこへピッチャーが投げ込む速球はわずか0コンマ何秒かでバッターの手元まで来てしまう。しかもまっすぐだけでなくボールが曲がったり落ちたりするのである。そんなものには絶対ついていけないと思い悩んだのがプロ 4、5年目。やがて私はメジャーの4割打者テッド・ウィリアムズの著書に巡り合った。その中でウィリアムズはこう述べていた。ピッチャーはキャッチャーとサインを交換し終わった時、次に投げる球種を 100% 決めている。それは投げる時必ず小さな変化になって表に出る。だから私は相手ピッチャーの投げる球が7割以上わかると。あらかじめ球種が分かっていればそれは打ちやすいわなと納得した。ウィリアムスの言う小さな変化はすなわち癖である。彼の打撃論に気づきを得て私は山張りへと転じた。というように野村氏は山を張って打席に立っていたようなので、野村氏のホームランのほとんどは次にどの球種が来るのかを読んで打ったものであったようだ。なので野村氏はおそらくこの打席でも村山氏が次にストレートを投げてくると読んでストレートが来たので打ちに行ったはずだ。また例えばあの落合博満氏も相手ピッチャーの癖を見抜き、どの球種を投げてくるのか見抜くのがうまかったと言われているが、ひょっとするといいバッターというのは鋭い観察眼、眼力の持ち主が多いのかもしれない。そういう意味では鋭い観察力で相手ピッチャーの投げてくる球を予測し、それを高い確率で当ててホームランを量産した野村氏はすごいと言わざるを得ないと同時に、キャッチャーという相手バッターを常に観察していなければならないポジションが野村氏の洞察力アップに役立っていたのかもしれない。いずれにせよ一つ言えることは、これが通算本塁打657本も放った人の打撃だと考えると、この野村氏の打撃シーンは非常に興味深く、ホームランを打つためのヒントが何か隠されているはずだ。